はい、皆さんおはようございます。今日はですね、ちょっと太陽の再生工場をゆっくり眺めていきたいと思います。その中でね、いろんなお話ができればなと思っていますので、よろしくお願いします。先日のね、太陽の再生工場の動画で、虫の声が秋になりましたねというコメントありました。そう、こうやって撮影しているときはね、僕気づかないんですけど、動画を見直して編集しているときに聞いてみると、やっぱりスズムシの声とかですね、いろいろ入っているんですよね。春はウグイスとか、いろんな小鳥たちの声が入っていたりね。やっぱこうやって撮影をしていると、あ、季節が進んでいるんだなということは実感させられます。まあ暑いからですね、いつになったら夏が終わるのかな、夏が終わるのかなと思っていましたが、いつの間にかやっぱり秋っていうのは虫たちの方が先に感じているんだと思います。植物たちもこうやってね、見ていただくとわかるように、やはり日差しも若干弱まって、ストレスがなくなってきているので、やんわりね、成長早くなってます。だからこうやって見るとね、緑のボリュームが増えてきたなという感じです。そして1ヶ月前ぐらいのね、日差しが強い日の中で育った植物たちはね、ちょっと茶色みがかったりゴツゴツとして黄ばんだりしてるんですけど、今は青みを取り戻しているような感じです。はい、アルティシマもね、こういう風に黄色だけの葉っぱから緑の穂がね、入り始めたりしていますんで、これも皆さん秋の成長と思ってね、楽しんでいただけたらなと思います。一番厄介な、見てください、ここにバッタさんがいます。この子は葉っぱ食べるんですよね。えいやってもなかなかこれ殺せないんですよね。ブジュッとやっちゃったらね、なんかちょっと気まずいなといった感じですけど、はい、いかがでしょうか皆さん。こうやって植物の葉っぱを見るだけという動画もね、楽しいなとは思いますが、これだけ太陽の再生工場で植物たちを再生する動画をやっていると、もう4年目に入っていますので、かなり倍倍倍とですね、掛け算でしていくと相当な人数になっていきます。相当な方たちが再生が上手になってきているということはですね、植物に対して興味を深めて、そして育てることが上手になっていっている人たちが多くなっているということなんです。僕のチャンネルにですね、たどり着いてしばらくしてよくあるコメントなんですけど、こんなに植物を育てることが簡単、そういうことに気づくのが遅すぎましたと。改めて植物、いろんなところで勉強しましたが、いらぬ知識を入れすぎてたんだなということが分かりましたというコメントが結構あります。そう、僕はですね、観葉植物のレンタル屋さんなんで、いろんな場所で育てているわけじゃないんです。枯れないように管理をしているだけです。枯れたら損しますからね。枯らさずに同じ場所でなるべく長く綺麗な状態を保って料金をいただく。それが僕たち観葉植物レンタル屋さんのお仕事なんです。まあこれはね、レンタル屋さんによって業態が全部違うので、一概にそれだけとは言いませんが、ね、レンタルするからにはですね、生き生きとしていい植物たちをいい空間に設置して、その空間の中でお仕事やですね、生活をしていただく。これを提供することが僕たちの仕事なので、やっぱり生産者、お花屋さん、ね、いろいろありますが、観葉植物に関しては、この観葉植物のレンタル屋さんというのが、一番観葉植物に対しての知識はあるんじゃないかなと思います。これはまあ僕のですね、勝手な憶測なんですけど、憶測といえば、たまにね、生産者とか、レンタル屋さんとか、いろいろメールやコメントいただきます。
まあ半々ですね。批判的なコメント。ね。頑張ってくださいとか、いいですねとかいうコメントありますけど、まあ、批判的なコメントから言うとですね、あなたの発言は憶測的なコメントが多いと思います。ちゃんと勉強して配信してください。みたいなこと言われることもね、実際あるんです。わあ、見て、ここにカマキリちゃんがぶら下がってる。こうやって見ると、枝とカマキリわからないですよね。色が一緒になっている。このカマキリちゃんはね、卵を産んで、葉っぱの裏とかね、この枝とかに卵を産むから気をつけてください。このチャンネルをやってて覚えたこと、カマキリは肉食なので葉っぱは食べない。ね、僕は昔カマキリが葉っぱを食べてると思って、バッタが葉っぱ食べるんですよね。カマキリはバッタとかをですね、駆除してくれるんで、いい虫らしいです。でも怖いですよね。見て。はい。話が脱線しましたが、そう、憶測でね、ものをね、言っているということがよくあるんですけど、僕は実際こういう再生をしたり、ね、植物を、まあ植え替えたりとかね、いろいろしない。僕はね、ほんとね、何もしないというスタイルが僕なので、逆に楽ですよね。皆さん、観葉植物を楽に楽しもうと思っている人たちにはね、非常にいいチャンネルじゃないかなと思います。だって僕自体がですね、ほんと何もしませんから、ね。ズボラでずさんな観葉植物、それでもこれだけ綺麗に植物たちを育てたり再生することができる、これはですね、僕がやっているからこそ自信を持って言えることなんです。まあ憶測での発言が多いということはですね、まあ僕生産者とかお花屋さんとか切り花とかしてないんでね、そういうことについてあまり言わないんですけど、まあ、たまにね、多分こうなんじゃないかなとかね、そういうことを言ってるからかなとも思いますし、じゃあこの秋植物業界どうなるかと思いますかみたいな推測もしていますね。3月どのくらい植物が出てくるとか、どのくらい値段が安くなってるとか、今年は高騰しそうですとか、これも憶測での発言につながってるのかなとも思わないでもないですけど、やはり皆さんこうやって動画配信して皆さんと毎日毎日コメントのやり取り、僕はほとんどだいたい 95% ぐらいコメントを返していますからね。一度やめたことはありましたけど、ほぼコメント毎日何百件と来るコメントを全部返しております。はい。そうやってね、いろんな地域の人とコメントのやり取りをすることによって情報が分かってきます。どこどこの地域はこの湘南ゴムがいくらでした、どこどこの地域はこのパキラがいくらでしたとかね、フェニックスがいくらでできてましたとかね、かなり分かります。これはね、普通の花屋さんや普通の生産者あまり分からないことだと思うんですよね。もちろんバイヤーさんたちなんかはですね、下調べした市場調査するのでいろんなことは分かっていると思いますが、こう幅広く分かるっていうのはですね、なかなかない。そしてこの情報を持っているのが僕の宝だとも思っています。その辺のことをですね、加味しながら日々配信しております。だから皆さん、ちょっとね、こういう動画飛ばさずにちょこちょこ面白いことをですね話しながら言っているので、飛ばさずにしっかり聞いていると、なかなか他で手に入らないような情報もね、言っているので、ぜひ皆さん流しで聞いていただきたいと思います。はい。ともあれですね、いろんなことは言われますが、僕はですね、そういうことはあまり気にしません。なぜなら、植物業界のためにとも言っていますが、違うんです。皆さんが観葉植物を楽に楽しみながら育てれることをですね、僕は提供したいからこの動画をやっているんです。観葉植物育てることを失敗して難しいと思っている人たちたくさんいます。でもそうじゃないんです。覚えてしまえば簡単なんです。だって僕ができるようになったんだから。そして30年前40年前と同じ情報が今でも観葉植物の育て方として世の中には蔓延しています。環境も違います。
そして皆さんが住んでいるお家の質も違います。温度管理、水管理、すべてにおいて変わってこなければいけないのに、いまだに40年前と同じ観葉植物の育て方の情報配信されています。多くの配信者はですね、本を見て、ネットを見て、勉強して、それを暗記して配信している人たちが多いのです。それはリアルな情報とはまた異なってきます。根腐れするから水を溜めないでください。皆さんこの言葉をほとんど信じてきていたと思います。しかし僕がこのチャンネルを運営し始めて丸4年、かなりの人たちがその情報から解放され、植物たちをみずみずしく育てていることができるようになってきています。それは夏でも冬でも植物たちには水を溜めて、しっかり根っこから水を吸わせ、葉っぱ全体をみずみずしくしてあげるということがいかに大事かということに気づいたことなんです。そしてその大事なこと、難しいかといったら全然難しくもありません。とても簡単です。だって水を溜めるだけですから。恐れず水を溜める、そして悪くなったら枯らさないように冬越えさせて、暖かくなってきたら葉っぱをカットして太陽の再生工場に出し、こういう風に再生をしてあげる。たったこの2つのことを覚えているだけで観葉植物を育てるということぐっと簡単になってくるし、難しいと悩むことからも解放されてきます。もちろん難しい植物たちもあります。だから簡単な植物たちから手を出していけばいいんです。そして一つの植物を何度もチャレンジして上手に育てることができる。その次にまたステップアップして違う植物を育ててみる。また失敗する、成功する。そうすることによって一つ二つ三つと増えてきます。でも同じような性質を持った植物たちはたくさんあるので、これが一つ二つ三つじゃありません。四つ八つとかね、ちょっと頑張るだけでどん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 育てれる植物の種類というのは増えていくんです。なのでね、皆さん、入り口は本当は簡単なんです。でもいろんな情報に惑わされて上手に育てれない観葉植物から離れていく人たちが多いんです。そういう人たちをですね、僕は拾い上げてやりたい、この気持ちでこのチャンネルを運営しています。賛否両論、いろんな批判もありますが、これ皆さんが植物を育てることが上手になって、いろんな植物に手を出せれるようになったら、後々には植物業界のためにもなるんです。まずは皆さんの手を上手にする、それが今から先の植物業界の未来につながると思い、僕はねこのチャンネル今からもやっていきたいと思います。はい、今日はですね、太陽の再生工場、秋、虫の声なんかもですねちらほら入って、今も耳を澄ませてみると鈴虫の声が入っていますよね。植物を楽しみながら、虫ちゃんたちの声も楽しみながら、季節を通して皆さんが観葉植物を上手に育てれるように頑張っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。